はいどうもプレスの T です。今日はですね、国立入試の基本っていうところでお話していこうと思います。今年の受験っていうのはですね、やっぱりコロナの影響っていうのもあって地元志向がかなり強くなってたんですね。で、地元の大学どっかいいとこないかなっていうふうに見た時に、やっぱりね、私立よりも自分の県名とかを冠するような国公立大学、ここが強いっていうケース結構多いとは思うんですね。やっぱりね、都市圏とかだと有名な私立があったりするんですけれども、ね、地方の方に行くと、まあ僕の地元なんかでもそうですけど、あんまりいい大学がないなというようなことって結構あるわけですよ。で、そうなった時に国公立もいいかなって思ってるんだけれども、いや待って、今まで国公立なんて考えてなかったから全然何やったらいいか分かんないと、こういう人多いと思うんですね。というところで今日は超基本的な内容になるんですけれども、国公立受験っていうものに必要なもの、このことについてお話していこうと思います。で、早速見ていくことにしましょう。じゃあまず国公立受験っていうのを考える際にですね、重要になってくる受験方式について話をしておきたいんですけれども、これですね、大きく2つあります。1つ目は公募推薦ですね。で、公募推薦っていうとなんか私立のイメージあるかもしれませんけれども、国公立でもあるにはあるんですね。まあ、ただですね、この国公立の公募推薦っていうのは結構難易度が高くて、まあ、難易度が高いというか単純に倍率が高いっていうような話もあるんですけれども、要求水準、やっぱりね、学校の評定平均とかっていうのも求められたりするんですけれども、これが少し高めの傾向があったりとかいうこともあるので、ここを考える人っていうのはですね、まず自分の評定平均一回チェックしてみてほしいんですね。で、ここで、まあ、全然足りないよっていうんだったら、そもそも出願資格ないんで一般しかないよっていう風な話になってくるので、まずはそこのチェックをやってみてください。で、一応ですね、公募っていうのもあるのでその話を少しだけしたんですけれども、やっぱり大半の受験生が受けるのは一般の方になってくるわけですね。で、こちらの一般っていうのはですね、どういう構成になっているかっていうと、基本的に共通テストっていうのがあって、そこの点数プラス大学の個別試験、要は二次試験と呼ばれているものですけれども、この合計点っていうので勝負をしていくよと、こういう形式が多かったりするんですね。で、まず共通テストになるんですけれども、共通テストっていうとですね、やっぱりいろいろな話題とかでね、今年もなんか初めて始まったとかでよくわからないとかみたいなところでニュースになってるような話ではあるんですけれども、基本的にはですね、前身であるセンター試験っていうのを聞いたことあるかもしれませんけれども、このセンター試験っていうのがそのまま共通テストに変わったというふうに思っておいてもらえれば大丈夫です。まあ、確かにね、微妙に形式が変わったんですけれども、ほぼほぼやってることとしては変わらないんですよ。で、この共通テストが難しいと思われている理由としてですね、やっぱり科目数っていうのが挙げられると思うんですね。理系だろうが文系だろうが関係なく、基本的に国語、数学、英語、理科、社会の5教科必要になってくるっていうケースがあって、で、さらに理系だったら理科が2ついるし、文系だったら社会が2ついるしというような話になってきて、うわー、こんなにたくさん全部勉強するの無理だよというふうになってる人多いと思うんですよ。で、これがネックになって国公立を諦めてる人っていうのは結構多かったりするんですけれども、まあね、実際問題、共通テストっていうのはどれだけ対策をするかの勝負であって、まあね、全然余裕で間に合いますよ。間に合うんだけれども、学校が言う通りにやっているとちょっとペース的に、特に理科社会なんですけれども、厳しい部分があるので、そういったところを考えるんだったら一回塾とかね、そういったところで相談をしてみるとか、塾に行く余裕がないってんだったら進路指導の先生とかに一応話を聞いてみて、こういったことを考えてるんですけど間に合いますかとか、そういったところで相談してみるのがまずは一番じゃないかというふうには思いますね。で、この共通テストを突破した人に待ち構えているのが大学個別の二次試験ってやつですね。ただね、まあ、ここはですね、基本的に科目数がネックになる場合っていうのはあんまりないんですよ。まあ、もちろんね、大学によってはいろんな科目を受けなきゃいけないとかって言ってあるんですけれども、大体まあ地元の大学とかって言った時に、まあ、もちろん東京とか住んでる人は東大になるんで話は別ですけれども、まあ、そういったところではない地方のまあ大学っていうところを受けるんであれば、まあ、そこまで科目数っていうのがネックになるっていうことはないんじゃないかなと思いますね。で、じゃあ何が問題だっていうと、ここで大事なのが記述ですよ。基本的にですね、まあ、今までマーク系の問題っていうのをどんどん解いてきてるっていうふうに思うんですけれども、そうではなくてゼロから全部ね、記述していかなきゃいけないと、こういった形式がやっぱ国公立の二次試験っていうのは多かったりするんですね。だからやっぱりね、こういった対策やっぱ苦手なんだよなっていうふうに思っている人いるかもしれないんですけれども、まあ、別にね、それも結局対策次第なんですよ。本当に結局のところ共通試験っていうのもですね、マークっていう風になってるから、なんか答えだけ適当に選べばいいやっていう風に思ってるかもしれませんけれども、普段の勉強の仕方として、これこれこういう理由だから3番っていう風にちゃんと理屈を考えるようにしておけばですね、それを単純に書くだけで答え作れるんで、そんな別にね、難しい話ではないんですよ。で、じゃあなんでこんな風に難しく感じるかっていうと、やっぱりイメージの部分っていうのが非常に大きくて、なんか国公立大学ってめちゃめちゃ難しいんじゃないのみたいな、こういう風なイメージがやっぱ僕は先行してると思うんですね。
だから一回そういったイメージは置いておいて、実際問題どんなことをしなきゃいけないのか、国公立に受かるためにはね、そういったところを冷静に分析してみると、これがすごく大事なんじゃないかなと僕は思いますね。はい、というところでいろいろと話をしてきたわけですけれども、まあね、国公立だからってそんなに難しいことってありはしないんですね。確かに科目数多いですよ。で、二次試験とかで記述とか出ますよ。だけどそんだけの話なんですよ。それってみんな条件一緒ですから、個人的にあなただけじゃ難しいの出すからねとか、そういう話は全くないんですね。しかも今の段階だったら丸々1年あるわけでしょ。でそうなってくればですね、全然対策的には間に合うんですよ。で、結局やっぱそういったイメージでもしやればね、受かるかもしれないのに、鼻から国公立の選択肢を捨てるとかってすごくもったいないので、まあね、今回動画見てくださったんだったら、ついでにもうちょっと細かいところまでね、いろいろ調べてみて、自分が考えている大学はどんな感じのテストなのか、どれぐらいの学力が必要なのかっていうのをしっかりと分析して、じゃあ1年間でその差を埋めるためにはどうしたらいいかっていうのを考えてみてください。意外と届くと思うので、まあ、そういったところね、まあいきなり諦めるんじゃなくて、しっかりとよくよく考えて頑張っていきましょうと、そういうお話でした。で、今日この辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。